矢野灯籠、矢野灯籠、11月8日没年不明は、大正から、昭和時代前期の朝鮮総督府官僚。平壌府院、京城府院、東京市芝区あた町に生まれる。1919年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を、卒業後、高等文官試験行政科試験に合格し、同年11月に、警視庁警部となる。 1922年5月、朝鮮総督府警察官公衆所教授に転じ、事務官を検職する。ついで、1924年12月には、平安南道学部課長、1926年3月に平安北道財務部長、1928年3月に、京商南道財務部長を経て、同年9月、中世南道警察部長に就任する。 後、1931年9月に、中世南道内務部長、1932年2月に、中世北道内務部長を経て、朝鮮総督府停心事務官に展示、1933年8月に、停心局保険運用課長に発令される。2年後の1935年1月に、全羅南道内務部長となり、翌年の1936年10月6日、 平壌府院に就任した。さらに、1941年1月、形状府院に就任。翌年の1942年5月、退官し、翌年の1943年7月まで、朝鮮馬次会副会長を務めた。ありがとうございます。